耳で読む七次元よりの使者第三巻22祭りの日に危機物語。それに3ヶ月も自然食にすれば肉体的にも精神的にも健康になるよ。そっちの効能の方が大だけどな。じゃあ前田は持っているかい？いや、立場上取らなくちゃな。だけど結構きつかったな。前田が取れるんだから私も取れそうね。趣味は取れなくちゃな。ヒマラヤでは断食もするんだろ？ヒマラヤではね。でもここに来てからは堕落しちゃってね。堕落じゃないよ。いや、これが本当なんだ。所長が言ったんだが、断食は体内の胃だとか腸などのひだに少し食物のカスが残るだろう。するとそこに雑菌が繁殖したりして精神もそういうのから雑念として出たりするんだ。それで体内の浄化をするんだが、今は雑菌だって死んじゃうようなものを食べたり飲んだりしているだろう。だいたいそういうのは腎臓にもろに来るからね。すると体内の浄化作用ができなくなり、大脳や肝臓に次に影響する。すると情緒が不安定になったりイライラしたりするんだ。だから断食なんかしたって日本じゃ何の効果もないんだ。むしろ体力を弱らしてしまうくらいだぜ。だから自然なものを食べ、自然の場で生活する自然療法が一番健康にいいんだ。それで初めて何かをするという余裕ができるもんだ。前田、会うたびにだんだんとお前成長してるね。当たり前だよ。第一ここじゃ当たり前なんだ。そうな。最近じゃヒマラヤ聖者と言われた人たちもここへ来るもんな。お前もな。いや、私は聖者と言われるほど猛獄していないよ。それもそうだ。ほら、あそこに卵がある。前田青年が指さす茂みの中に白い卵が一つ残されたようにあった。これを探しながら散歩するのが面白いんだ。ここは鶏のオスとメスを半々くらい飼っているけど、つがいにならないで、こうして面取りが産んでも卵を温めないでこうして取り残されるのが結構あるんだ。それを毎朝散歩がてら探すんだよ。今日はコスモス祭りで朝からみんな忙しくて誰も卵拾いしないからね。趣味も探してみろよ。オーケー、前田。キノコ取りみたいで面白そうだね。ここの鶏は全く汚染されていない状態で飼っている。というのは、初めはこの自然公園の下の方でヒナの時から同じく自然な形で大きく育て、その鶏から生まれたヒナを今度はこの大きな自然公園の方に移して育ててきているからである。まるでこうで身動きできない人間を惑星間移動で、あるいは大陸移動でだんだんと浄化させていくかつての方法に似ていた。鶏にも人間と同じく霊魂はあると思うんだ。そうだよ、前田。どんな生命にもみんな霊魂はあるよ。そうだよな。だから世間じゃ鶏を単なる食料、あるいは金を得る手段として鶏舎の中にたくさん飼って蛍光灯で昼夜を作って卵をどんどん日に2個も産ませて死ぬまで太陽を拝ませないんだからな。だから病気持ちが増える。そこで配合肥料の中に抗生物質だの薬漬けしたのをどんどん食わせてなんとか市場に売る。だから消化しきれないのや毒なのが体内に蓄積されて、それを我々が食べるんだからな。人間の胃袋は鶏よりも毒にも病原菌にも消化力も強いのかね。本来の人間ならしも今の人間は無理だね。それに豚も牛も薬漬けみたいだね。ああ、食べ物という食べ物はな。だが鶏だって豚だって生命だと思うんだ。だから人間が欲のためにそのように家畜を過酷に扱えば必ずしっぺ返しを受けると思うんだ。報われない家畜の霊魂が人に取り付いて奇病や奇行をさせたり事故を起こしたりね。
それはあるね。そうだろ。だから、こうして家畜を大事にして共存共栄で生活する、このやり方は、一つの浄化でもあると思うんだ。それに、鶏なんか死んだら、ちゃんと埋葬してやるしね。前だ。そこなんだ。このことを、ヒマラヤの聖者たちは忘れていたんだ。真理ばかりに傾いて気持ちを忘れてしまっているんだ。そうして、何もしないで、長い年月を経ているうちに、今度は、自分たちのところにも、資本主義の波が押し寄せて、場所をどんどん失っているんだよ。かつてのマヤやインカの文化のように、やがて滅びる運命にあるんだ。趣味は、聖者よりは、若じゃないと。そりゃそうさ。だって、私は、聖者じゃなくて、長老だもん。あはははは。はははは。